フランス共和国憲法は1958年10月4日に制定されたフランスの憲法点。第五共和制の時代に作られたことから第五共和国憲法とも呼ばれる。1789年のフランス人権宣言と1946年の第四共和国憲法、さらに2004年の環境に関する検証を踏まえ、自由、平等、 友愛の精神を謳っている。3条で構成されている。15条で構成されている。第11条の規定により、大統領は公権力の組織に関する法律案などを、議会の議決を経ずに、国民投票にかけることができる。ここで、国民投票で過半数の賛成を得れば、改正案は法律として成立する。4条で構成されている。政府の任務。 首相の権限などについて、十条で構成されている。国会は国民議会と元老院を含む。国民議会の議員は直接選挙により選出される。元老院は間接選挙により選出される。元老院は共和国の地方公共団体の代表を確保する。フランス国外に居住するフランス人は国民議会と元老院に代表される。 国会は10月の最初の平日に始まり6月の最後の平日に終わる一度の通常会期として当然に集会する。各議員は通常会期中に開くことができる。会議の日数は108日を超えることができない。18条で構成されている。4条で構成されている。8条で構成されている。憲法院は各国で整備されている憲法裁判所に相当。 憲法院は9名の委員を含み、その任期は9年で、再任されることはない。憲法院は3年ごとに3分の1ずつ更新される。委員の3名は大統領により、3名は国民議会の議長より、3名は元老院議長により任命される。全校に定める9名の委員に加えて、元大統領は当然に終身的に憲法院に属する。 憲法院委,委員長は大統領により任命される。委員長は同数の場合に採決権を有する。3条で構成されている。2条で構成されている。政府閣僚が刑事責任を負った際の共和国法院の構成、手続き等を明示している。3条で構成されている。第71条の一行政の権利と自由の尊重を監視する権利擁護院について規定している。 この章と条文は第十日改正で新設された。四条で構成されている。二条で構成されている。他国との提携協定の締結を認めている。1992年4月に欧州連合設立のためのマーストリヒト条約を違憲とする憲法院の判決を受け、同年6月の第六次改正で新設された。2004年11月には、 同年10月に調印された欧州憲法制定条約が再び意見とされたため大幅改正された。一条で構成されている。憲法の改正の発議は首相の提案に基づく大統領及び国会議員に競合して属する。政府提出または議員提出の改正案は両議員により同一の文言で可決されなければならない。改正は 国民投票により承認された後に確定的となる。上記とは別の憲法改正手続きとして大統領は憲法改正案を議会の議決を経ずに国民投票にかけることができる。この場合、国民投票で過半数の賛成を得れば憲法改正が成立する。これは憲法第11条に定める公権力の組織に関する法律案などを 成立させるための手続きであり、憲法改正案が公権力の組織に関する法律案の一種である。ためにこの方法による憲法改正も可能とされる。なお、憲法第89条に基づかない憲法改正を違憲とする見解もあったが、過去の憲法院の判例では、 国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を許さないと判事されており、憲法第11条に基づく憲法改正は違憲とは判断されていない。フランス共和国憲法には日本国憲法に見られるような詳細な人権規定は第2条の標語と原理第66条の恣意的拘束禁止と死刑廃止、 第71条の1の権利擁護院制度以外は省略されている。これは前述したようにフランス人権宣言及び第4共和国憲法ですでに規定されており、全文においてそれらの規定がなお有効であることを宣言しているからである。なお、第4共和国憲法も本文には人権規定がなく全文でフランス人権宣言が 憲法の一部を成すと宣言するとともに、いくつかの新たな人権規定を設けている。第五共和国憲法は、行政府を前、立法府を後に規定している。これは、近現代の憲法の歴史において極めて珍しい、特色であるが、1946年の梅雨演説や1958年6月3日の憲法的法律などを経て、 新しい憲法案を起草したシャルルド・ゴールによる国会に比して強力な指導力を有する安定した政府大統領の創設を意図した思想が反映されたものである。ありがとうございます。